カブカブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。カブカブパラダイスはついに150万回再生を突破しました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。そしてカブカブパラダイスはこの勢いに乗っかって新しい情報サービスの提供を開始いたしました。その名も、早耳情報会員サービスというサービスです。YouTube の中で会員さん限定の早耳情報の提供のサービスです。 詳しくはこちらの動画、新情報サービス、ついにスタート、改定版と書いてある動画をご覧ください。ぜひ、会員登録していただいて、一緒に株の相場を楽しんでいきましょう。YouTube のメンバーになるっていうボタンをポチッと押していただければ会員になれます。よろしくお願いいたします。それでは、今日の日経。はい。 で、ニューヨークダウはですね、103ドル高だったんですよね。昨日の、ね、ダウはねで、ハイテク株に買いということだったんですけども、しかし、 で日経はですね続落してしまって、ですね売り優勢にということで、まあ、朝はね結構高かったんですよね、高かったんですけども、どん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 ね下がってきてしまったということになって、毎点し,してしまったんですけども、でまあ、ね売りの原因の一つが、ね、まあ、ここに書いてあるんですけども、と欧米とね中国がね対立していて、アジアの、ね、主要株式が難聴だったっていうような、ね、ことが書いてあるんですよね。う ということでね、ちょっと日程はね、弱かったですけどもね、はい。で、このね、75日線のね、ところまでね、だん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 、こう、近づいてきてしまっているわけですけども、うん、とね、まあ、さすがにね、75日線のところまで来たらね、止まるとは思いたいですけども、まだまだね、ちょっとこのぐらいのね、スト差はあるので、はい。 とですねまあ、500円ぐらいですかね、なので、まあ、ね、いきなりちょっとここまで下がるというのはないかなとも思いますけども、一旦ここの辺りでね、なんとかね、踏ん張ってほしいんですけどもね、はい、で、マザーズですけども、マザーズもね、ちょっと仲良くね、また下げてしまってですね、でマザーズの方は75日線をね、下回ってしまったんですよね。う チャートがね、ちょっとあんま良くないですけども、またね、なんとかね、頑張って75日戦のね、上まで戻ってほしいと思います。頑張ってください。はい、以上、GI 関連でした。続いて、と、テーマ別。はい、テーマ別でですね、最近毎日見ているね、まず NFT 関連なんですけども、NFT 関連ね、ちょっとね、今日はね、 弱かったですね全部ね、このリストの中に入ってるやつは、ね、全部下げちゃったということにねなりましたね。はいでね一番まあ気にしていた、この神話ですけども、神話を、ね、ガクッと下がってね6%以上下げてしまいましたね。うんで、まあ、あとね、開花も3%以上下げたということで、と今日はねちょっと厳しい感じでしたね。全部ねリンクユーもそうですしね。うんでもねまあ 形にね、例えばこんな記事もね、出ていたんですよね。と、これは22日の夜の9時ですけども、とビットコインの次は NFT っていうふうにね、書いてあって、関連銘柄に触手というようなね、こともね、書いてあったんですよね。うん。なので、ともうちょっとね、これからね、と、何かあるごとに吹いてくるだろうということはね、まあ想像つきますんでね。まあ、 このままね、ずーっともう終わりっていうわけではないと思うんですよね。また何かのね、きっかけでね、こう盛り上がっていくと思うので、はい。と、まだまだね、これから期待したいと思います。そして仮想通貨関連もね、ちょっと今日はね、弱かったですよね。うーん。まあ、残念ながらね、ちょっとこのリストにあるやつは全部ね、マイナスになってしまいましたけども、はい。で、続いて EV 関連なんですけども、EV 関連ね、今日なんとね、黒田聖光がですね、 11%上げたんですよね。うーん、おめでとうございます。で、これもね、なかなかちょっといい感じだったんですけども、この話は新ネタのコーナーでやりますので、楽しみにしておいてください。はい。続いてですね、毎日見ているユニバンスですけども、ユニバンスはね、今日ちょっと2%以上,上げ下げたんですけどもと、うーん、まあね、ちょっと上の方でね、と、なんとか踏ん張ってはいますけども、と、今、まあ、ここ、 で、ちょっと見た感じだとね、よくよくのボックスにいったん入っていますが、どこからね、どうなっていくかね、うん、まあ今日、地合いが悪かったのもあってですね、まあちょっと上げはきつかったと思うんですけども、うん、どうかな、NG 描きながらね、やっていけばね、まだまだね、またこう、上に行く可能性はね、十分にあると思うんでね、はい、頑張ってください。続いて、ダイヤですけども、ずっと見ているダイヤもね、 今日はですね、8%以上、ね、下げてしまいましたね、残念ながらね。うんまあね、チャートはね、ずっと良かったんですけども、今日ちょっとね、ガクッと下げてしまいましたが、しかし、うんまだまだね、こう頑張れると思うので、増子の話が出て、まあ、ガクッと下げてまた戻っているという形ですけども、うん。 まあまあまあね、この辺で踏ん張ってくれればね、また上え切るかと思うんですけどね、それがですね、ま高、あ、校の増資しますよって言って、どんどん下げたところより下に抜けるとね、ちょっと,と困った感じになりますけども、はいなんとかね、踏ん張って頑張ってください。以上、e 味関連でした。続いて、と水素関連でと毎日見ているカジテックですけども、カジテック、も下げてね、2%下げました。うーん ちょっとね、この下げがね、今、一直線でね、こう下に来ちゃってるのでとですね、これをですね、なんとかねど、どこで止まるのかっていう感じですけどもねうんまあ、ちょっと地合いが悪いのも、ね、あったと思うんですよね、今日、う、まあ、それなりの大きい陰線ですのでねまあ、日経と同じ感じですけどもまあ、これがもし下がるとしたら一旦下の目ではこの辺かと思いますがなんとかね、これも NG を描いて頑張ってね、上がっていってほしいと思います。はい 以上、水素関連でした。続いてと、新型コロナ関連なんですけども、はい、新型コロナ関連ね、と連日上げていた御用印てなんですが、今日はね、3%ちょい上げぐらいでね、終わりましたね。うん。でね、すごく大きいな、ね、陰線を引いて終わってしまったんですけども、まあ、そうは言ってもですね、材料が出てからストップ高が一発の2発で、 で今日もですね一応、寄ったのがストップ高ですよね、確かね、でそこからちょっと落ちてきたという形に、ね、なったんですけども、うん、まあとにかく、ですねまあ爆上げしてからの、まあ、大陰線ということに、ねまあ、なったので、まあ前からね下で持ってる人から見たらね、ねそんなに下げたという感じでもないんでしょうけども、まあこれはねあのー、と昨日お話をしましたが、と抗菌っていうか、抗ウイルスのカーテン。 をまあ販売しますっていう話でね、と、まあ、爆上げしていたわけですけども、今日はさすがにね、ちょっと、まあ、落ちてきたというようなね、形になりましたね。まあ、それでもね、3%以上ありましたけども、はい。以上、新型コロナ関連でした。続いて、5G 関連ですけども、5G 関連ね、まず、毎日見ているリバーエレックですけども、リバーエレックね、今日は3%下げましたね。うん、残念ながらね、と、これもね、と、 増子でね、ここまで下げたという話を毎日していますけども、結構そこからね、リバってきたんですが、今日は3%以上下げたというね、形になってしまいましたけども、うん、まだまだね、でもこのチャートはね、なんとか生きているのでね、頑張ってまたね、n g を描きながらね、上に行ってほしいと思います。はい。それから、アルシャネットワークですけども、はい。 とこれも、ね、決算がよくて上げてきているという話をしていますが、それで一旦の高値、前回の高値のところでたたき落とされたという話をしていますが、ですね、今日この試合の中で、ですね、あとまあ、上げたんですよね、とにかくね、0.4%ですけども、上げましたね、うん、これだからね、ここで、えっと、リバッターですねという話をしてからですね、ずっと上げているので、うん、これいい感じですね。 でここでですねまあ N 上描きながら発車台を作ってこの上値をね抜いていけばね最高のねこのチャートになると思うんですけどもねはい頑張ってください以上5日関連でしたはい続いてと ipo 関連なんですけども直近の ipo 関連ねどーんこのところね気にしている一番最近上場したここならですけども今日は3%以上下げましたが とですね、結構ね、大,大きい上ひげをね、つけて終わったんですよね。うん。で、下はね、ここまで売られてしまったんですけども、ぐーっとね、そこからね、こう、下ひをつけて上げてきたという形になったんですよね。はい。ということで、まあ、冷やし、ふんしのチャートは、まあ、こんな感じですけども、うん。ということでね、こう、かなり下に行ったとこからね、買われてきたので、なのでですね、明日はひょっとしたらね、 といい感じでね、上がっていくかもしれないですけどもね。はい。またね、見ていきたいと思います。はい。以上、直近アピー関連でした。はい。続いて、グリーンエネルギー関連なんですけども、はい。と毎日見ているですね、バランスなんですけど、今日はね、4%下げてしまいましたが、まあまあまあね、でもここんとこ上げていたので、チャートはね、全然壊れてないと思いますのでね。はい。頑張ってね、NG を描いて、また上げてください。よろしくお願いします。以上、グリーンエネルギー関連でした。はい。続いて、 新ネタのコーナーですけども、はい、新ネタ。とですね、まず、グローバルダイニングなんですけど、はい。今日ね、ストップだけで引きましたね。はい、おめでとうございます。うーん、すごいな。グローバルダイニング、ストップ高で引きました。32%上げですからね。はい。でね、と昨日、今日とね、グローバルダイニングのねニュースがね、結構出ているので、ご存知の方多いと思うんですけども、はい。 グローバルダイニングがね、東京都をね、転送しましたよね。なんかね、そういうニュース出てますよね。コロナのところの話で、その時短営業の命令を受けたというところがですね、でグローバルダイニングが不当だということで、それの損害賠償を求める、ね、訴訟を起こしたということがありましたよね。うん、随分ね、ニュースで報道されていますけども、で、それのですね、実はでも請求金額っていうのが全然百104円なんですよね。 1>, で1店舗確か、ね、1円で請求してるんですよ、この,あの裁判ではね。で、104円での請求ということで、まあ、お金が目的ではないというようなことが、まあ、分かったというようなこともですね、ちょっとこの記事に書いてあって、で、都のね、理不尽な対応に投資家が反応したのか、空売りを仕掛けていたヘッジファンドに個人投資家が総力戦で対抗したような感じだと。で、とアメリカのですね、そのゲームストップの 株を彷彿とさせる急凍劇でした市場関係者と、はい、う話がですね <laughs>。まあ、この日韓現代のデジタルってやつにね、載ってるんですけども、まあね、まあまあまあ、そんなような感じの話になってんですよ、今ね。うん。ということでですね、うん、グローバルダイニングね、今日上げてきましたね。それで、と大引き後にねと、売り金になったと思いますので、明日はね、ある程度ねと、ギャップアップしてね、始まると思いますけどもね、どうなるかね、面白いと思います。はい。 それからですね、新バイオなんですけども、新バイオね、今日ストップだけできましたね、おめでとうございます。いやー、新バイオね、本当にこの、すごいですよね、この辺からね、連日ずっとね、上げていてね、すごいすごいって話をずっとしていましたけども、ここまで行ってから、どんとね、大きく下げたんですよね。で大きく下げてからもね、こう、少しずつまたね、上げてきてね、怪しい感じにずっとなっていったわけですけども、で今日ついにね、IR が出てね、一気にね、ストップ高までね、変われたということになりましたね。 IR が出たのは確か14時半ぐらいだったと思うんですけどもそれがねこの辺からねドーンとねストップ高まで、ね、買われたということになりましたねはいおめでとうございますでこれはですねはいこちらとすごく長いね名前の IR であの言ってもとても分かりにくいんですけどもとにかくね将棋の取得を得ましたということなんですよねまあついでに いうかまあ一応読んでみますけど、再発または難治性、美慢性、大細胞型 B 細胞リンパ腫を対象としたトレアキシンとリツキシマブ併用療法に関する承認取得のお知らせというのがですね出たんですよね。うん、でね、まあ、この承認がね出るぞ、出るぞということで、まあ、出る だろう出るからこそね、ねここまでね毎日こう上げてきていたというのはねまあ実際のところあったと思うんですよね。それの期待でねずっとね買われていたわけですよね。まあそれで実際に、ね、出たので、まあどんと上げてきたということになったんですけども、うん、なのでねこの出た時にねここまでねストップ高までね買われるっていうのはねちょっとねあんまり想像していなかったんですけども、うん、でもねまあとにかくね買われてきてですね。でまあ、ある程度ねその 空売りがね、かなり溜まっていたので、それをね、こう、踏み上げを狙う形でもね、こう、変わってたのかなという気もね、しますけどもね。うん。で、まあね、例によって、クレディスイスでしょそれから野村インターネショナル。これは、と昔のリーマンブラザーズ、で、あと、モルスタでしょうん、メリールでしょっていうような、 人たちがですね、まあ、空売りをいっぱいこうしていたので、それを個人投資家が踏み上げる形で買ってきたというようなね、ことはネ、ね、ッとでもあったと思いますね。うん。なのでね、ちょっと今日はね、これはね、痛快なね、形でね、買われたということになりましたね。はい。グローバル代言もね、同じですけどもね。うん。まあまあまあね、あの、一言言えば、ざマーってやつですよね。<laughs> <laughs> ヤフーのねあの掲示板の投稿にざまーってねあの投稿し,したくなる気持ちはねよく分かりますけども、ねはい、それでね新バイオに関してもですけどもと僕の方のツイッターでもね新バイオが上がってきたときに、ね、こう一言、ね、新バイオってねつぶやいたんですよね <laughs> それで、ね、材料をねと確認してからねこの材料をと貼り付けてツイッターにそれでその後 ストップ高まで行ったのでね、心配をゴールってね、まあ、つぶやいたんですけどもね。まあ、なので、えっとですね、これ、心配をってさ最初書いたのがね、確かね、と10分後ぐらいだったんですよね、IAL がですからね。で、そこからね、まだ20分ぐらいね、ありましたから、確か僕がつぶやいたのはこの辺なんですよね。なので、こっからね、ドーンとね、上がっていく間にね、変えた人はね、とてもね、ラッキーだったと思いますけどもね。はい。 以上、新ブでした。続いて、障文者なんですけども、はい、障文者もね、今日ストップだから来たんですよね。はい、おめでとうございます。で、これはね、どういう話かっていうと、こちらもね、IR が出ていて、はい、こちら。で、観光客誘致のブランド力とエンターテインメント事業のウハウを融合ということで、ですね、あの、障文者とポニーキャニオンが、と、業務提携したんですよね。地方創生事業の話なんですけども、 将軍、はい、社といえばと、マップルっていう、ね、あの地図の、ね、本が有名ですけどもね、はい、でそこと、まあ、ポニーキャニオン、ポニーキャニオンといえば富士山系グループのなかなか大手の、ね、レコード会社ですよね。うん、ということでね、ねこれがまあ業務提携しましたということで、まあ、爆破したということなんですけども、まあ、とポニーキャニオンといえば、まあ、結構、ね、有名なアーティストが、ね、いっぱいいますよね。このヒネダンとかかそれから BTS とか、ねまあ、もっともっと、ね、いっぱい色々いろいろいらっしゃいますけども、はい、でポニーキャニオンもです、ね、と地域活性化事業っていうのを、ね、やってるんですよね、でエンターテインメントで地域を元気にするよというような、ね、事業をやっていて、それで,です、ねとまあ、提携したということに、ね、なったと思われるんですね。はい、でそもそもです、ね、ここのと株はです、ね、かなり、ね、空売りが、ね、実は溜まっていたんですよね。 で今日の前からすでにですね0.02とかね0.03とかのね信用倍率だったんですね。うんということでね、まあ、それもね結構ね、狙われてしまったのかなというふうな気もしますけどもね。というか、まあ、狙われたというよりも、まあそこの,の買い戻しが入ったということかもしれないですけども。はいということでね、勝負者ね、かなり上げてきましたね。はい、おめでとうございます。続いて、黒田正規なんですけども、今日ね、11%上げたという話を、ね、さっきしましたけども、うん。 でこれは、ね、なぜかというと、ですねおそらくこれなんだろうと思うんですが、と黒田正規がですねと日経新聞の長官で記事が、ね、出ていて、ですねそれがとボールネジの生産っていうのがです、ね、と17年比で7割増やすっていう風にねなんか書いてあったということなんですよね。うん 7割増やすって言えばね、結構ですよね。で、ボールネジっていうのがなんか視力製品っぽいので、それでですね、かなり買われたということにねなったと思うんですよね。うん。で、まあ、慈合いがね、良ければね、もっと続いて買われたかと思うんですけども、まあ、一時はね、このぐらいまでね、買われたんですけどもね。うん。ということでね、黒田もね、結構気になりますけどもね。はい。それからですね、あと、船井電気なんですが、船井電気はね、今日5%上げたんですけども、 ですね帯検後にね、IR が出て、こちら、はい、と、TOB が出ましたね。はい、おめでとうございますって言っていいのかなん、などっちなのか、まあ、918円なんですね。はい、で、918円といえば、まあ、この辺ですから、まあまあまあね、あのー、 まあホルダーの皆さんはねほとんどまあ得をするということにはもちろんなるんでしょうけども、ただね、このチャート見るとね、かなりねもう上げてきてるんですよね、こうぐぐぐぐっとね、うん、でこれはもしやとは思っても見たもののと、ですねまあでもね、上げる理由はねそれなりにあったと思うんですよ、この2月に出た決算が、ですね形状が黒字に浮上ということで、通期計画を超過しましたというような、ね、ことが出ていたので、うん、まあ上げてきていたんでしょうねと。 いうことはね、まあ、ある程度納得ができるので、はい。で、その後ね、TOB ということでね、はい、おめでとうございます。まあね、どうせ明日はね、あの、ほとんど誰もね、買えない状態ですからね、きっとね、はい。続いて、バーチャレックスなんですけども、はい、バーチャレックスと、今日は2%下げましたが、OBK 後になかなかの情報修正が出まして、今 形状は46%上方修正というのが、ね、出ましたね。うん、おめでとうございます。まあまあいいんじゃないですかね、これね。うん、こちらもね、期待したいと思います。はい、続いて、でオンコリス・バイオファーマーなんですけども、今日はね、5%以上下げたんですが、でこちらもね、OB 検後に IR が出て、こちら、はいと、新型コロナウイルス感染治療薬の 変異型コロナウイルスへの効果に関するお知らせということで、で、有効性をね、確認できましたと、実験で確認することができましたというふうにね、書いてあってですね。で、今後、と、臨床試験をね、開始していきますと、目指しますというふうにね、書いてあったんですよね。うん。ということでね、これもね、明日はね、ある程度上げると思うんですけども、うん、まあね、 より点にだけはね、ちょっと注意してね、やっていただきたいと思いますけどもね。はい、以上、新ネタのコーナーでした。続いて、8月23日の注目と言っていた中で、はい、まだお話ししていないのがですね、このインクルーシブなんですけども、なんとね、今日ストップだからまた弾きましたね。はい、おめでとうございます。うーん、すごいな。 で、インクルーシブな話はですね、まあ前から何度もしてますけども、堀江門さんがね、出資したということでね、ずーっとね、こう上げてきているわけですけども、で、と、この間、分割の話が出て、しかも、マっタン解除されたということでね、今日ストップ高までね、またね、変わりましたね。はい、すごいですね。はい、おめでとうございます。そしてですね、あとは、この若元ですけども、はい、若元ね、 とここんとこね、ずーっとこうストップだかストップだかでね、すごいことに、ね、なっていましたよね。うん。で、若元のネタはね、そんなになんかね、そこまでのものなのかという話はね、何回かしましたけども。<laughs> まあ、それでもね、で、しかも時価総額もね、あの100億以上あるということで、それをこんなにね、上げるのはすごいねという話はしましたけども、まあ、今日はね、残念ながら、といきなりね、この辺ぐらいまでね、 ギャップ大きくギャップダウンしてね結局ストップ安ね引けましてからねうんまあまあまあねあのー、ありがちですよねこう寄らずのストップ高でねどん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 上がっていくとねある日突然ねストップ安で始まってしまうみたいなねことはねあのー ありますすのので、そういういいいはね、ねね、ねちょっとと、ね、気をつけけて、ね、行きたいと思いままどもね、まあね、中身がねあの、ちゃんとみんな納得できるようなものにあのなっていればね、その後も上がっていくだろうし、こんな形でね、協力はしないと思うんですけども、うん。まあちょっとね、あの中身がクエスチョン的な感じもね、かなりあったのであの、こんな感じになってしまったかなとも思いますけども、はい。まあ明日以降もね、どんな感じになるかな、見ていきたいと思います。以上、8月23日の注目メイヤーでした。はい、続いて、 8月24日の注目はいグローバルダイニング新バイオ小文社バーチャレックスユニバンスココナラモバイルファクトリー開花ュ球オンコリスバイオファーマ真ははいこれを中心に見ていきたいなと思っています はい。それではここで、株株ブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます。本当に本当にありがとうございます。皆さん一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。 それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。